ここからは今日の大井競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。開催の最終日、第一競争枠入り完了です。スタートしました。少しバラバラとした飛び出しになりました。広がった中出を伺うのは4番のエルマスフェルテ、外には8番のビラバドラ、さらには11番メジャーセブンス、内3番サムライランナー、さらには2番のブリランテイモン、外からは13番リッキーも押し上げていきました。各馬1コーナーをカーブしていきます。先団の後ろに5番のセユーブラボー、あとは外を通って7番のワールド中山、それから9番のジュニアズウィッシュ、縦長で2コーナーをカーブしていきます。前は4番のエルマスフェルテ、わずかに先頭、接近8番ビラバドラ、11番のメジャーセブンス、直後に3番サムライランナー、それから13番のリッキー、ここまで固まります。開いて先団の後ろ7番のワールド中山、外から押し上げて9番ジュニアズウィッシュ、直後2番ブリランテイモン、かわしていく5番のセユーブラボー、それから12番のベネレ、あとは後方勢ばらけました。1番の伝承ロイヤル、14番のイタリアンゴールド、さらに後ろに6番の佐野のイーグル、それから10番スパークデライト、3コーナーをカーブしていきます。先団は固まっていきます。わずかに先頭は4番エルマスフェルテ、2番手並びかける8番のビラバドラ、4コーナーカーブへ、少し3番手離れて3番サムライランナー内、外には13番リッキー、4コーナーから直線、その後ろ内を狙ってくる5番のセユーブラボー、前2頭並んで200を通過します。内が4番エルマスフェルテ、外が8番ビラバドラ、ビラバドラが前に出た、食い下がるエルマスフェルテが2番手、2頭に迫ってくるのは5番のセユーブラボー、3番手2番手に上がってくるか、先頭ビラバドラゴール。第1レース勝ったのは8番のビラバドラ、人気に応えています。誕生は川島翔太郎騎手、勝ちタイム1分40秒3でした。枠入り完了です。スタートしました。揃った飛び出し、広がった中1番外ノーボーダーと14番みゆき天下を取る、11番ブラックバローズ、そして抜け出していったのは5番のエブリー X、 馬群から抜け出しました。内々には1番のカンタベリーピース、2番のワンモアデイ、固まってきまして3番 MO アプローズ、カフェジュリア、さらに内を通って4番バジガクアミスター、直後に7番ロジタイムと13番マーブルリバース、ここまで1段です。3コーナーカーブ、後ろは9番工業サウス、あとは10番のヤマギンフラクタル、ばらけまして後方勢8番のショコラノワール、そして最後方は12番の土地のヒーロー、3、4コーナー中間を通過、前は5番のエブリー X に、外から並びかけるのは11番ブラックバローズ、2頭が並んで4コーナーから直線、3番手以下1番のカンタベリーピースが外に出していく、前2頭の外に出した、その後ろの圏内広がって M1 アプローズ、内を狙う2番のワンモアデイ、さらには4番バジガカーミスター、200を通過、ここで先頭変わった、11番のブラックバローズ抜け出した、迫ってくるのはカンタベリーピース、そして3番 M1 アプローズ、あとは内ワンモアデイ、最内からは土地のヒーローも伸びてきた、土地のヒーロー内から前に迫った、広がってゴールイン。第2レース勝ったのは12番の土地のヒーローです。デビュー13戦目での嬉しい初勝利となりました。鞍上は西啓太騎手、勝ちタイム1分12秒9でした。第3競争枠入り終わりました。スタートしました。まずまず揃って出ました。好ダッシュをしていくのは10番ローズティアラ、内からは1番のノーズツテール、2頭を抜けるところに加わっていく11番のキモンリッキー、さらには8番のユーシンイモン、6番ファーガス、2番のバイアルドと続いて1コーナー体半分差、4番のカンパニョーラ続いて、あとは後方勢3番のブラウンインディ、内に潜り込んで9番ベストリオン、さらに後ろの圏内離れて5番のポンドウェイブ、外には12番コスモファルネーゼ、1頭離れて7番ひなかいどう、縦長です。2コーナーカーブへ、10番のローズティアラ飛ばします。リード3馬身4馬身、2番手集団固まってきて1番のノーズツテール、11番のキモンリッキー、1馬身差で8番ユーシンイモンと6番ファーガス、2番手集団4頭、後ろは開いて追い上げていくのは3番のブラウンインディ、内には2番バイアルド、4番のカンパニョーラ、あとはばらけました後方勢、9番ベストリオン、12番のコスモパルネーゼ、離れて5番のポンドウェイブ、さらに遅れまして7番ヒナカイド、3コーナーをカーブしていきます。10番ローズティアラのリードがなくなりました。差を詰めたのは1番のノーズツテールと11番のキモンリッキー、しかし
ローズティアラまたリードを取りました。1馬身半2馬身4番手内木6番のファーガス、あとは追い上げていくブラウンインディ4コーナーから直線、先頭は10番ローズティアラ、再びリードを広げた都を通過。1番のノーズステール内から伸びる、2番手に上がってきた6番のファーガス、あとはキモンリッキー、8番ユーシンギモン、内目からは2番のバイアルド、大外からは田舎移動も突っ込んできた。先頭はローズティアラ、ゴール。第3レース勝ったのは10番のローズティアラです。鞍上は安藤陽一騎手、勝ちタイム1分40秒2でした。今枠入りが終わりました。スタートしました。少しばらついた飛び出し、10番のアエノジェネシスダッシュがつきません。8番のスタッカートマーチも後方から、一方高ダッシュは2番のタイシロンブレード、5番のフィガロアルビアン、2頭が並んで向こう上面に出ます。3番手12番トップアメリカン、直後は4番マックスレジェンド、並びかけるのは6番のミツバチキャット、それから13番のパワースレイブ、先段固まって2馬身後ろ、ここも広がって1番のブランディング、外には3番デルバイス、14番のスイングステートが続きます。開いて中段後ろ7番のピエドール、接近は8番のスタッカートマーチ、それから11番のレジェンドアゲイン、内々からは9番ミネソタ、続いて3コーナー1頭離れたのが10番アエノジェネシスです。3コーナーをカーブして600の標識を通過、先頭は2番のタイシロンブレード、リード1馬身ぐらい、2番手は5番のフィガロアルビアン、4コーナーカーブへ、外には12番トップアメリカン、その後ろから13番パワースレーブがスーッと前を追っていった、内には4番マックスレジェンド、4コーナーから直線、その後ろ外に切り替えて6番のミツバチキャット、あとは少し離れました、前広がっての追い比べ、12番のトップアメリカン、食い下がるフィガロアルビアン、2頭に迫ってくるパワースレーブ、200を通過、内は食い下がって2番タイシロンブレード、中を割ってくるのは4番マックスレジェンド、前は12番トップアメリカン、内は5番のフィガロアルビアン、外から13番パワースレーブが迫ってくるが、前の2頭並んでゴールイン。第4レース勝ったのは5番のフィガロアルビアン、人気に応えました。鞍上は張田明騎手、勝ちタイム1分26秒2でした。枠入りが終わりました。スタートしました。14頭横に広がって出ていくのは8番カーテンジュエル、内からは5番のウィンブリオーソ、さらには出口が飛んで1番マロンカグラ、外からは13番ゴールドレックス、それから10番ヒューリスティクス、前広がっていきます。直後3番パラリーガル、それから12番のバイーヤ、間に入って11番のラインエンジェル、1コーナー7番のワイディドバイがその後ろ、あとは後方勢6番のエイシンタンチョウ、14番ウォーレシア、ばらけて4番ダノンフォーチュン、9番ベギノサンフラワー、2番のクロリンダ、先段中段あたりまで固まって2コーナーカーブ、前は5番のウィンブリオーソ先頭、外から迫っていく8番カーテンジュエル、動いたのは13番ゴールドレックスと11番のラインエンジェル、4頭固まってきました。後ろ1番のマロンカグラ、そして10番のヒューリスティクス、ここまで前から3馬身4馬身の圏内で後ろが離れていきました。開いて7番ワイディドバイ、下がったのが12番のバイーヤ、内からかわしていく3番パラリーガルと14番のウォーレシア、さらにこの圏内スルスルっと4番ダノンフォーチュン上がって3コーナー、後方の一角6番のエイシンタンチョウ、あとは離れて9番ベギノサンフラワー、遅れまして2番のクロリンダ、3、4コーナー中間を通過、前は8番のカーテンジュエル、そして13番ゴールドレックス、並んで4コーナー、3番手少し離れて5番のウィンブリオーソ、4コーナーから直線、外には10番ヒューリスティクス、あとは内を狙う1番のマロンカグラ、追い込んでくるのは14番ウォーレシア、200を通過、前2頭の追い比べ、今度は13番ゴールドレックスが先頭、カーテンジュエルが2番手、2頭に迫ってくるウォーレシア、あとは伸びてくるのはダノンフォーチュン、外からは6番のエイシンタンチョウ突っ込んできた、先頭ゴールドレックス、ゴールイン。第5レース勝ったのは13番ゴールドレックス、人気に応えてこれで6連勝です。鞍上は森泰斗騎手、勝ちタイムは1分41秒2でした。止まって準備完了です。スタートしました。揃った飛び出し、押していくのは6番のモンゲーサクラ、抜け出していく追っていく3番のラビッシュ、後ろ7番ラインギャラント、外には12番デルマガーネット、16番のサルバトーレミノル、その後ろも固まりました。4番高水、2番のムーンケリー、内に1番のグランモール、それから11番のスローフード、
先段の後ろに15番のメッサーマイスター、あとは後方勢離れました13番チュートリス、内を通る9番オーブラン、さらに後ろの圏内離れて14番の輝きスバル、内々に8番のベギノマーメイド、3コーナー外からかわしていく10番コスモオギヤシゲ、1頭大きく遅れました5番のコスモクーシェリ最後方、縦長で4コーナーカーブへ前固まりました3番のラビッシュ、わずかに先頭4コーナーから直線、追っていくのはデルマガーネット、その内をつくのが7番のライン・ギャラント、ライン・ギャラントが伸びてくる、あとは外目にメッサーマイスター、その外に2番ムーンケリーで200を通過、先頭振り切ったか、3番のラビッシュリード2馬身半ぐらい、2番手以下広がってライン・ギャラント、さらにはメッサーマイスター、その外からムーンケリー、ムーンケリー、メッサーマイスター、2番手以下広がった、先頭はラビッシュ、ゴール。第6レース勝ったのは3番のラビッシュです。人気に応えています。鞍上の森タイト騎手は第5レースに続いて連勝、今日2勝目です。勝ちタイムは1分12秒4でした。坂に離れて枠入り完了、スタートしました。まずは出口が入ります。4番リコージル先手を伺いますが、外を押して7番ミントティー、内から1番のマサノビジョン、さらに外目は9番スイングも前、この外から12番ミツカネジュピター、一気に先頭に立っていきます。5番手の外に並んでいったのが10番テンプテーション、前は少しばらけ始めて1コーナー、中段に11番アロハヌイロア、それから8番クライミング、あと後方勢は離れて固まっています。縦長向こう上面、12番ミツカネジュピター先手を取り切って1馬身半リードを取りました。7番ミントティー2番手、この外体半分差、9番スイング3番手から前との差をじわっと詰めています。内2頭接近、1番マサノビジョンと10番テンプテーション、1馬身半から2馬身差で11番アロハヌイロア、それから4番リコージル、やや離れまして8番クライミング、後方勢も差を詰めて6番サバノミス等に並んで3番グリントフラッチャーは外目、さらに外から2番のキキョウ、しんがりに下がったのが5番のママズコフィ、馬群詰まって3コーナー、先頭の12番マチカネジュピターリード1馬身半から1馬身詰まってきました。差を詰めてきたのは9番スイング、これが2番手、400を切ります。2頭3番手を離しまして、10番テンプテーションが3番手、外から追い上げてくるのが11番のアロハヌイロア、2番のキキョウ、4コーナーから直線、12番ミツカネジュピター先頭ですが、並んできた9番のスイング、ここで捉えます。スイング先頭に立ったミツカネジュピターが2番手、離れた3番手10番テンプテーションの内から4番リコージル、外から2番キキョウ、3番手争いです。先頭はスイング、ゴリン。第7レース勝ったのは9番のスイングです。圧倒的な人気に応えて、これで7連勝となりました。鞍上は矢野孝之騎手、勝ちタイムは1分41秒0でした。ゲートイン完了、スタートしました。ほぼ揃いました。16番権竜城好スタートですが、内から4番ミスアニバーサリー、さらに2番カラヤン、2頭並んで抜け出していきます。追っていくのは5番リコーソニアと9番のナチュラルフィーバー、12番サツキブライド、これが3番手グループで、この後ろに8番の ロデオスターメイト、さらに外から13番 JK フェイスが前を追っていきました。3番フロリアーノが中段に構えまして、外に16番の権竜城、このグループに10番のナイルローズ、それから内に6番のハイレジリエンス、さらに7番のボナセーラ、外を通りましては14番の通過アペックス、後方離れまして1番のシオラパルク、それから11番のドンヒューズ、15番コスモマギカ、前は4コーナー手前、2番のカラヤン、4番ミスアニバーサリー、2頭が並ぶところへ、外から迫って12番のサツキブライド、直線コースに向きました。2番カラヤンがわずかに先頭、しかしこれを捉えにかかる4番ミスアニバーサリー、後方3番手以下横一線で追ってくる、外から伸びてくるのは10番のナイルローズ、さらに外から7番のボナセーラが伸びてきた、今度は外から10番ナイルローズ差し切って先頭、追ってくる7番のボナセーラ2番手に上がってくるか、内は2番のカラヤンとの争いです。先頭10番のナイルローズ、ゴールイン。第8レース勝ったのは10番のナイルローズです。鞍上は本田正重騎手、勝ちタイム1分12秒9でした。ゲートイン完了、スタートしました。12番 KIP 派、少し後ろからになりました。前は固まっていきますが、まずは8番のグレースレジーナ、抜け出そうとします。追っていく9番カラースキーム、2頭で先行ですが、カラースキーム2番手、
3、4番手並んで1番プリンスチャームと5番のバリチューロ、ここに接近は外から10番ロードスタルク、ここまで先頭から固まりました。あと2馬身後ろに2頭並んで3番ラブミーアーサー、4番タツノフレア、接近は2番グッドラックスター、やや切れまして中段7番サーストンアクセス、外は14番SK ファースト並んでいます。後方少し離れまして6番のアマリリステソーロ、並んで12番 KI ピハ、少し巻き返します。さらに外には13番バンルーチェ、後方からの競馬11番コスモ銀河、残り600を切りました。前は2頭が並んでいます。8番のグレースレジーナ、外には9番カラースキーム、迫ってくる10番ロードシュタルクが3番手、4番手には5番のバリチューロ、内から1番プリンスチャーム、外から追ってくるのは2番グッドラックスター、さらに外から4番タツノフレア、直線に向いています。今度は内から2投目9番カラースキーム先頭に変わります。カラースキームここで先頭、2番手8番グレースレジーナ、粘るところへ外から一気に伸びてきた5番のバリチューロと2番グッドラックスター、バリチューログッドラックスター前に襲いかかる、先頭9番カラースキームを捉えて5番のバリチューロ先頭、さらに外から2番のグッドラックスターが並んでゴリ。第9レース勝ったのは5番のバリチューロです。鞍上は辰代竜二騎手、勝ちタイム1分26秒4でした。ジットゲートに揃います。枠入り完了、スタートしました。好スタート好ダッシュ6番クルールドソレイユ、内から並んで1番マダムクインビー、これが先に出ていきます。追っていく4番のかわいいクルールドソレイユ3番手、これに内から並んで3番エピルシェール、さらにこの外目から8番のポッドヘイローで1馬身差、7番ペリーアイランド、前から4馬身5馬身ぐらいの位置、さらに1馬身差で10番ビリーブホース、後方離れてばらけました。7番ローレンスター、5番コパノセントルイスと続いて9番ササキンローズがしんがりです。前のグループは固まってゴールまで残り 600m を切っていきます。先頭1番のマダムクインビー、リードは体半分から4分の3馬身ぐらい、4番カワイイが2番手、1馬身差3番手グループ固まって外から追い上げる8番ポッドヘイロー、一気に前2頭に接近、内には6番クルールドソレイユ、3番エピルシェール、直線です。この外へ行きました7番のペリーアイランド、前は今度は外目から4番のカワイイが先頭に変わる、さらに外からは8番ポッドヘイロー、内からは3番エピルシェール、ここに接近は5番のコパノセントルイスです。内から抜け切った3番エピルシェールが先頭を突き放しました。2番手争い4番のカワイイの外には8番ポッドヘイロー、さらには5番のコパノセントルイス、先頭3番エピルシェールゴール。第10レース勝ったのは3番のエピルシェールです。鞍上は町田直樹騎手、勝ちタイム1分12秒5でした。ゲートイン完了、スタートしました。まず外14番パストート、内の方からは5番のソプラドール、この辺りが先行体制、内から3番サンビュートも前、続いて外12番裏のメトリア、この辺りが先行していきまして、4番マイネルアンファンが5番手の一線、外並んで6番マコトガラハッド、さらに外から12番スズノアリュール、内からは2番サトノディードと続いていきまして、このグループ固まりました。加わっていく8番のフローリン、1コーナー、続いて内から7番のデスティネ、これを見ながら1番フレアリングダイヤ、外目には15番のネオブレイブ、それから11番アエノエンペラー、後ろ2頭少し離れました。これから向こう上面です。前の方固まっていますが、先手は14番パストート、リード1馬身弱、5番ソプラドール2番手、1馬身差13番の裏のメトリア、体半分差内を通る3番サンビュート、外には2頭が並んで4番マイネルアンファン、6番マコトガラハッド、この後ろも固まりました。2番サトノディード、外には7番のデスティネ、さらに外8番のフローリンと12番のスズナーリュール、1馬身差で1番フレアリングダイヤ、15番ネオブレイブが並んでいます。これを見ながら11番アエノエンペラー、少し鞍上手が動いて離れて後方から9番のクラトリガー、この外上がっていく10番のラプラスです。3コーナー前も徐々にばらけ始めて 600m を切りました。逃げているのは相変わらず14番のパストート、2番手ぴったりマークが5番のソプラドール、3番手から13番の裏のメトリア、さらには3番のサンビュート、この後ろから接近2番のサトノディード、外へ行く4番マイネルアンファン、4コーナーから直線です。逃げる14番パストート、パストートが逃げている、追ってきたのは3番のサンビュート、さらに外から無茶を振るって13番の裏のメトリア、
逃げる14番パス闘争、リードは1馬身ぐらい迫ってきた。3番サンビューと並んでくる。2頭の追い比べ、3番手少し離れて13番の裏のメトリア、この後ろには5番のソプラディードなど、前は逃げ切ったパス闘争ゴール。メインの第11レース、勝ったのは14番のパス闘争です。鞍上は真島大輔騎手、勝ちタイム2分6秒1でした。11頭ゲートに揃って枠入り完了。スタートしました。まずは真ん中5番のポッドアワーズ先行体制、内からは4番ミルクディッパー、さらには外から6番のカズオルバルなど前に並びかけていきます。外枠から11番のイーサンタイガー、12番のラインストリームも前、内から1番のメリオダス、2番マジストラルと前の方は固まりました。先手を取っていきますのは4番ミルクディッパーです。リード1馬身ぐらい、5番ポッドアワーズが2番手、2番手の外に接近6番カズオルバル、内に1番メリオダス、外から11番のイーサンタイガー少し追い上げまして向こう上面へ出ていきました。前段は固まりまして加わっていく12番のラインストリーム、それから少し開きまして後方7番のダンスポケット、8番ブラボーエイト、この後ろに3番ルイズマキアート、やや外目、9番ジャストナウ、しんがりを追走しています。それほど縦に長くはありません。これから3コーナー、前は3頭並んで4番ミルクディッパー、5番ポッドアワーズ、6番のカズオルバル、1馬身差で2番のマジストラルが今4番手、外から11番イーサンタイガー、さらに押しながら12番ラインストリームを追い上げてくる、内々1番のメリオダス、この後ろに差がなく8番のブラボーエイト、さらに内を回って7番のダンスポケット、後方も差を詰めて1段です。4コーナーから直線、先頭4番のミルクディッパー、並んできた5番のポッドアワーズ、2頭の追い比べからポッドアワーズが抜け出して先頭、外から追い込む12番のラインストリーム、さらには2番のマジストラルも追ってきた、内は懸命に4番のミルクディッパー、外から伸びた2番のマジストラル先頭、さらに外から12番のラインストリーム、並んでくる3番手に8番のブラボーエイト、前の2頭は並んでゴールイン。最終第12レース、勝ったのは2番のマジストラルです。転入初戦、南関東初勝利となりました。鞍上の辰代隆司騎手はこれが今日2勝目です。勝ちタイム1分45秒1でした。ここまで今日の大井競馬を振り返りました。